신도 今やさみのシンガーソングゲーマーというわけで、うん、なんと実は番組が始まってるんですこれでしょうね。そう思います、そう思います。普段は出たがらない皆さんがガンガンなんかね、私が知らないがためにいっぱい喋んないとですね。そうですね、ね、頑張って。今回しかもですね、うん、音声をテープレコーダー、うん、IC レコーダーで回しております。いつから？今マジで？本当に？本当に。うわあ、あのね、みんな信じられないと思うけど、さっき私がさ、なんかおはようございますって来て、ってなったところあったじゃない？あそこ普段私がよくレコーディングしてるスタジオなんですよ。それをわざわざ借りてるんですよ、この人たち。ありえる？わざわざレコーディングスタジオのスタッフさんまで抑えてので、はい、じゃあ行きますみたいな。で、スタッフさん2人とも知らないみたいなえ、そうなんですかみたいな。じゃあ行ってきますみたいな。僕たちレコーディングスタジオ何年も勤めてて、こんなこう仕事しなかったの初めてですよって苦笑いですよ。もうびっくり。 SSG スタッフ恐るべし。音声収録をしないスタジオでした。ねえ、かわいそうに。どうすんのよ、こんなさ、お休みの真っ只中でさ二人デートとかしてたらどうすんのって。ほんとね、なんか人の人生考えよう、みんなそっか。でもほんとどこまで行くんだろう今回はですね、うん、誕生日スペシャルですから、はい、それはサプライズとして、うん、予想もしないようなところに噛んだ、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 噛みましたけど、も噛みましたけど、今ダブルですよね。ちょっと久々ですよ、SSG で緊張する俺。あ、おかしい。恥ずかしいわ、もう。どうも誕生日ですけど、ドボボボドボドボドボで、なんだって。そう、誕生日スペシャルなんで、予想もしないようなところに向かっております。なるほど、予想しないような、どこだろう。私当たったらすごくない？すごいけど嫌ですね。いや、じゃあ言わない方がいいね。なんかこういう対決ってさ、大抵なんか当たっちゃって、もう今井さんって言われるパターンでしょ。そうですね、はい。今過去の嫌な予感がいっぱい寄ってきました。ちょっとやめとくわ、私。なんかちょっと軽口でも言うのやめとく。というわけで、しばしお眠りください。そうですね、なんか正直暗いんで、もう眠いっすよ。なんならこれ、このお仕事の前に別のお仕事してきて、喋り倒してきてるんで、結構疲れてるんですよね、私ね。そっか、じゃあ寝るか。もしくは今から、最初の SSG のオープニングのいつもの恒例のやつを言ってもらっても大丈夫ですよ。なんか皆さんこんにちは、今井あさみです。この番組は、ファミ通 .com 初のウェブラジオとして毎週土曜日に更新しております。歌とゲームをテーマにした、違うよ、歌とゲームをテーマにした、なんたらなんたらで、なんたらなので、じっくりたっぷりゆっくりお楽しみくださいみたいなテーマに、今井あさみがお送りするギュギュッと詰まった内容になっておりますので、じっくりたっぷり楽しんでってくださいね。本日は第109回目となっております。よしよしよし、素晴らしい、やった。探り探りでしたけどまあ暗いしね今、はい、うん、なんで次のコーナーは到着してからです。あ、そうなの。はい、あ、そう。じゃあもうファミセンは、ファミセンないの？え、ファミセンないの？ファミセンは、うん、ドライブゲームです。おー、じゃあ私運転しよっか。やめてください、ね、目隠しのまま。やめてください、楽しそう。まあ今日は僕の車じゃないし、これ別にぶつけてもいい。ちょっと、え、そういう理由だったんですか？やめてください。いやー、あ、いや私事故りませんよ、別に。挙動不審になるだけで、多分。ウィウィウィ、声がちっちゃくなったみたいな。いやいや、だんだん。ウィウィウィ、免許証持ってるもんちゃんと。ちなみに、うん、次回のゲーム何だったか覚えてますか？次回のゲーム、先週言ってたやつだよね、はい、次回のゲームは何々大決定って言ってたよね。はい、はや、何だったかしら。ゴースト、あ、そうだ、ゴーストトリック、壮大なトリックに引っかかってもらいますっていう指令書があったと思うんですけど。嘘よ、マジで
そっからの仕込みです。すごーい。本当じゃゴーストトリックやんないの私。翌週やります。あ、よかった。え、すごい。すごいよ。見てますか、ゴーストトリックのスタッフさん。すごいよ、すごい。コラボだよ、コラボ。いやー、びっくりした。そっか。だってわざわざね、別のこう SSG の後のどっかで会った時に、今井さんゴーストトリックあの渡ししますんで遊んどいてくださいっつって渡されたのすら実は嘘みたいなね。全部仕込みです。うわ、いや、まあすごいな、こりゃ大したもんだわこりゃ。あ、いや、あれはね、2週間かけてこの計画を練りましたね。嘘、よくバレなかったね私に。まあ、ギリギリまで決まってなかったってもあるんですけど。だよね。絶対一昨日ぐらいまでちゃんと決まってなかったと思うんだよね。今朝まで、今朝まで。今朝まで何やってんのそれ。朝の8時から9時の間に飛び交うメール。嘘。すみません、俺寝てましたけど。あ、いや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 。俺と向いたんで、みおちゃんは起きてこないね。そうか。なんかあれだね、こうクエストみたいだね。ゲームっぽい感じです。ゲームっぽい感じ。私でもこんなの本当に初めて、テレビみたいです。わー、どうしましょう。あ、いやいやいや、すごいな。どこだろう。でも音が大きくなったから、こ高速乗ってるっしょ。さあ、これあれでしょ、第三京浜かなんかじゃないの。第三京浜か東名か中央道ではないと思うんだよね、角度的に。あのその私たちが最初にいたスタジオから、あの出発した地点を考えると、第三京浜だと思うんだけどな。ということは、これ以上詮索するな。そう、ちょっと今ピリッとした空気が流れました。この人っていう感じの。ねえ、また距離的に昔横浜方面に住んでたことはあるので、ああ今がどの辺かぐらいなことは多少なりとも分かっちゃうもんな。分からないですよ、今ぐる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 回ってるだけかもしれないです。あ、そっかそっか。あ、首都高実は乗ってるね。首都高ずっとぐりぐりとね、はい、そっかそっか。え、試しに言ってみてもいい。試しに、じゃあ行きましょうか。本当、温泉。はあ、違うか。ただの屍のようだ。じゃあなんだろう。もういいんじゃないですか。もういいんじゃないですかね。その結果はお楽しみにじゃないですか。温泉行きたいな。温泉行きたいな。温泉行きたいな。行きたいよね。フォーストラベルです。フォーストラベルやった。向こうでできなかったことを今ここでやってのける。そこに痺れる、憧れる。そっか、じゃあ2人呼ばないとだね、今から電話して、ね、そうですね。ねえねえ、ちょっとちょっとっつってね、温泉行くんだけどと。そう、行かない行かない、2人後ろ乗れるよみたいな。ねえ、そっか、どこだろうな。さっきでもなんかあれって言ってたもんね、サファリパークみたいなの行ってきたよって言ってたから、あの、そうですね、ノープランで喋ってるんで、あれは全然ヒントじゃないです。本当？はい。なんかひょっとしてその富士山のふもととか。でも第三京浜でしょ、どこまで行けるっけ。第三京浜から別にあの、うん、このぐらいまで行ければ遠いに。そっか、今くっついてるもんね、うん、でもスタジオの場所考えると透明だったらそのまま乗りゃいいじゃんって話だから、目黒橋かもしれないじゃん。あ、そっか、そこまで計算づくですか。当たり前じゃないですか、誰だってこと。なんでそんな強気に出るんですか。そんな強気、ごまかしてないですよ、そんな強気。本当ですか。そんな強気な発言してるの全部取られてて、浜田さんって結構きつい喋り方する人なんだなって誤解されちゃうけど大丈夫。すいません、普段は優しいのにみたいな誤解を受けちゃう。カットして。なんかみんなで歌う。スパークとか歌う。チャ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 、エスペニーラの季節が好き、街は緑に染まってゆく、胸ときめかせるあのメロディ、何かが始まりよ、カンフー。歌ってよ。ありゃ、あの、うん、口パクで歌ってました。本当、口パクで。そっか、せっかくの、ね、生歌をみんな、うん、お前歌うんじゃねえよみたいな感じになっちゃうんで。ちなみにこれ放送っていつだっけ。
9月の14日です。あ、じゃあお誕生日の前の日だ。ライブ前日です。そっか。みんなスパークルは歌ってね。あ、違う。歌覚えてきてね。あ、でも歌うかどうか知らない。そこまで言っといて。覚えるだけ覚えて出ないってすごくね。知らない。私知らないもん。何歌うか。知らないもん。浜田さん。そうそうそう。もしかしたらこうね、昔のもしかしたらセットリストの中に入れようかなと思うかもしれない。今からね。今から。そうですか。今流動的ですから結構。本当に。いやマジでマジで。マジでマジで。調整してる段階なんで。そうなんですよ。あのなんなら歌う順番とか毎日変わるもんね。今朝も朝7時に新しい最新セットリストっつってみんなのことばっかり。そう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 。私はいいけどみんなだびっくりだよね、スタッフの皆さんとか。うん、へーっつって。そう。俺ここで引っ込もうと思ってたのに引っ込めないとかよくあるみたいで、今回でもねすごいね、またねあの演奏家さんが増えてねゴージャスですよね。浜田さん、そうなんですね。ってことは明日本番ってこと？明日本番ですよ。どうしましょう。どうなってるかね、放送ね。ドキドキする。本当にあるかな、ライブ大丈夫かな。いや、あるから。なんか今井さんがちょっとあのナーバスになっちゃったんで延期ですとかないよね。ないと思います。本当頑張ろう。頑張ろう。皆さんこんにちは、バートリーベインのベインです。私たちのセカンドシングルラストジャッジメントが好評発売中です。表題曲のラストジャッジメントは XBOX360 用美少女対戦格闘ゲームファントムブレイカーのオープニングテーマで、とても力強い楽曲となっています。カップリング曲の迷いの森はバートリーベイン初のノンタイアップのオリジナル楽曲、とてもバートリーベインらしい曲となっています。皆さんたくさん聴いてくださいね。今井麻美6枚目のシングル遠雷が5月25日に発売決定です。この曲は XBOX360 用ゲームソフト EVER17 のエンディングテーマで、とてもしっとりとした懐かしさを感じられる曲です。カップリングは PSP 白衣性恋愛症候群のオープニングテーマで、思いの羽アンジェリックホワイトとなっています。こちらはキラキラした感じの曲ですよ。皆さんぜひたくさん聴いてくださいね。今井さん、今井さん、インゴース、今井さん、インゴース。あの、着きました。撮っていいですか？撮っていいですよ。いいんですか？はい。なんか知ってる。うそ。ここマジで知ってます。知ってる。デジャブじゃないですか。来たことある。いやいや、マジでないよ。きっと初めてですよ。ムータン以外は来たことあると思うんだけど。いや、俺もちょっと迷いながら今地図見てなんとかたどり着いたんだ。ちょっと記憶が定かじゃないんですけど、そんなソフトクリーム持って走り回ったんだけどないよ。雨降ってるけど。すげえ日焼けしたとかそんなのないです。何しに来たの？とりあえず行きましょうか。とりあえず行きましょう。靴あるだから、もうこの辺でやってみようか。いいの？向こうまで行った方が絵的には美味しい？いや、向こうまで行くと結構大変だから。そう？田村さんが行きたくないだけじゃない？何のことか。何のことか。ザッバーン。波に飲まれるシーンを。ね、やっぱそこを美味しく撮っとかないと。あ、本当だ。なるほど、公開収録。じゃあやりますか。何をすればいい？やりますかって言いながら何をすればいいの？え、もうちょっと行きます。海が見えるところまで行きましょう。せめて。そうし、浜田さん怖いかもしれないからここに来るの。なんでそういうキャラ付けなんですか。いや、本当なんだってね。ミュウちゃん見てたよね。本当近寄らないの。びっくりする。あんまりね、そう、崖寄りには行かない。あの、なんか笑顔で遠くから見てたのずっと。大丈夫ですか。全然大丈夫。逆にズボンでよかった。そうだね。うん、こんなにいた船虫もいない。いないですね。この辺
ちょうどあれじゃないですか、あのカラサンクシーの頭の、そう、夕方がそこで、で、あの水面に揺れてるようなやつとか、この辺でしたっけ、それここ、これ、あ、そうですね、それここ、まさにここ、ここですよね、これこんな顔を使って撮ってた、そうそうそう、あの頃はまだあんなことになるなんて声も乗らず予想もしてない、これ結構早く終わんじゃないみたいな空気がまだ流れていた、あの頃恐怖を知らなかったの、これ、なんかテイクもこんな重ねて撮らなくて、ワンシーンにつき、なんかほんとワンテイク、ツーテイクぐらいの勢いでサッサッサッと撮ってたから、これ早いやーって思った、とんでもなかったね、途中からちょっと夜ね、こんなトラブルまみれで入ってるし、知らない間に9月初めに、去年の9月初めに撮影をした、なんと城ヶ島に着いてました。あー、なんか季節が違うのと、まあ、天気の関係もあるけど、全然変わってないけど別の景色みたいですね。すごい、こんなに地層が見えてたっけ、色がちょっと違いますよ ね、やっぱちょっと雨が今ね降ってますからね、完全になんかちょっと湿っているだろう、うん、じゃあどうしたらいいですかこの後。この後はですね、驚く誕生日記念ですから、はい、我々から一人ずつ、うん、プレゼントが、今回のプレゼント2部構成になっております。2部構成、今井さんのために手料理を作ってくるという、こんなにいっぱい美味しそうなものがある中でピクニックです。そっか、ゴールデンウィークピクニック、やった食べるじゃあ俺から行く、そう、じゃあ私持ってよっか、カメラ大丈夫、そっから出てくんの。これ相当気合い入れて、うん、昨日の夜作りました。あや、頑張りや。ぜひ。あ、お弁当。今逆さまになってたけど大丈夫？大丈夫です。大丈夫です。そう。ぜひ。ちゃ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 。なんかでも軽いんですよ。異様に。なんだろう。じゃーん。上のトンビのやつ、あ、いいっすね、ちょうどポーンってやったらちょうどパクっていくんじゃないですか、手作りで、これ一応うちのホームベーカリーで、え、マジで焼いた、あ、原由美のパクリじゃないですか、原さんはでもボーンってなんか確かによくわからない、うん、あの物体でねバンバンそう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 これはしないです、しないです、うん、ちゃんと中の美味しいところマジっすか、じゃあいただきます。いただいたやつがね、前はね完全に硬いところしかなかった。いただきます。うん。うん。パンですね。体には。これつけるものとかないか。ないパン。消しようとか。パンです。なんだろう、あ、なんかちゃんとしてるよ逆さまにしたら大変なことになりそうな感じ、ちゃんとしてるってなんですか、私、うん、ちょっと頑張ってしまいました、マジでみよしまゆしみたいな感じ言われてあ、これおむすびじゃない、おむすびです、そう、で下にまだねあるんだよ、ほらほら、これがこれメインです、ポッケポッケ、今回メインすげー、まだあるよ、それはあの、あんまり、ほんとじゃあ先あげてみる、はい、さあ、崩れてなければ、じゃじゃん、はぁー、落ちてる、ちょっと落ちてる、ポッケポッケ、モンスターボール、これすごい、モンスターボールに、すごい、これ、みゆちゃん子供いるの、
らっしゃいません。あいやーすごいちゃんとね、ボールが、ボールだよ。ここ目玉がちょっと落ちてます、ね、そうなん、これ目玉だったんだ。これあれですね、これです、ミジュマルです。あ、ほんとだ、ちょっと目がね落ちちゃってるけど、ほんとだほんとだ。え、器用だね。頑張りました。頑張ったね。じゃあちょっといただいてみましょうか。もう保証はちょっとモンスターボールいってみますか、はい、いただきます。うん、うん、うん、カニカマのなんか小塩味とおむすびの塩味がちょうどいいバランスですね。美味しいですよこれ。本当ですか。うん、本当に美味しい。これお子さんいたらマジ喜ぶべ。あ、失敗落下してるけど。うん、うん、うん。ちなみにもう一個のタッパーの方に、うん、とんかつとか入ってるんですよ。すげえ。いや、あれですよ、自分で作ってるわけじゃないです。レンジ的なものです。嘘、見ちゃおう。みんな雨大丈夫。あーすごい、ちゃんとこれあんでパンな感じじゃないですか。あんでパンでね、これパンでパンな感じじゃないですか。そうです。あーカレーでカレーな感じじゃないですか。すごい、うん。あー、なんかみよちゃんのお子さんはきっと幸せだよね。いないんですよ、うん、ちょっとじゃあこのチーズ頼んでいただこう。うん、なんか愛が詰まってるよ。あ、よかった、うん、愛情が、愛情。みおちゃんそんなサングラスして怪しくてもいい人なんだな。うん、うん、うまい。よかった、ありがとう。みおちゃん頑張ります。じゃあ後でゆっくり。はい、ほんとピクニックだよこれ。よいしょよいしょ。じゃあちょっと一度お戻しして、で次大将。さあ、大将すごい気合い入れたんだ。大将、料理上手。何ですか。何？大将？大将ね、ライブ前で忙しかったんだわ。そうなんだ。あ、でもほら、容器だけかもしれない。あ、そうそう、もちろん容器だけに決まってるじゃん。ねえ、うん、中身はきっと。あれよね、あの入れ替えてるんだよね。ね、なるほど。そごうさんのね入れ物に入って、さあ大将は何を作ってくれたのかな。すごい、これうますぎでしょ。大将すごい、なんか職業変えた方がいいですよねえみんな。もうやめて。ちなみにこれはどこのそごうさんで。横浜そごうさんで。なるほどね、横浜そごうさんの腕は確かですよ。しかもそこは有名な料亭さんのお惣菜ですので、ね、お惣菜これは絶対にうまいでしょう。期待が持てますね。はい、そうですね。でもあ、でも本当美味しそう。ちょっと手で失礼しますね。いただきます。チャーシュー、これは豚の角煮です。うん、うん、なんかねこの周りのこうタレが片栗で固めてあるのが味が濃すぎず、ほんとぴったりな感じで絡み合ってるんで、すごくお上品な角煮だなって感じがしますけれども、愛は感じないですよね。あの、お仕事っていうのは受け取れますけど。あの、それ買いに行くの結構大変だったんですよ。そうなんですね。うまい。うん。うん。でもこれで、みんなの私への愛情が、どのくらいのレベルなのかということが、よくわかりました。みやちゃん、ありがとう。やった。あれ俺だわ。あれすげえ、パンとかすげえ。俺結構買いに行くの大変だから。そう、2時間しか寝ないで買いに行く。2時間しか寝ないのは何か溜まった仕事をやってただけですね。うすうす、ルブーカーはちょっとツイッターやってたんでしょ。ね、わーい、わーい、おめでとうございます。ありがとう。でもまだこれだけじゃない。まだ2部構成。そっか、ちょっと雨がひどくなってきたけど大丈夫みんな。カメラがね、ちょっと移動した方が良さそうじゃん。濡れちゃうよ。じゃあ一回中断。はい、画面転換です。画面転換。
というわけで、はい、プレゼント交換、交換交換しちゃうの私何も持ってないよ。何もらえるんだろう。プレゼントを渡しから。ほうほうほう。順番逆にしたわ。え、じゃあ俺さっきと一緒に、さっきと一緒に、はい、カメラで。お、そうだよね。金に物を言わせてお弁当を作ってきた人のは期待できるもんね。そう。ね。これはどうかな。ね。お弁当でお金使い切っちゃう。そうだよね。そうか。あ、そうか。前回、うん、前さんに、うん、女子っぽいものって、うん、すごい言われたじゃないですか。言った言った言った。その年を象徴してるよねって。バカみたいに。あ、ズームした。ズームした。ちょっと。すごいズームで。お、あ、でもでかい。どうしたの？今回ちょっと気合い入れて、女子っぽいものを。女子っぽい、ハートトゥーハートって書いてあって、心と心をつなぐプレゼントですよ。これやばいです。やばいっすか。これやばい。多分今井さん、うん、寂しいかなと思って。女子っぽい、こういうのあった方がいいんじゃないか。そう、寂しいっていうワードは私嫌な予感があれっていう予感がちょっと脳裏をよぎるんですけど、なんか僕、原さんリスペクトなんで。パン、パンです。ほんとだ。なぜか。誰、じゃあ山の手線ゲーム一人でやってよ。マジっすか。しかもかわいい。これ結構いい。あの、テレビで有名な。某、めちゃ有名で。某、ジョイケン。有名な。なんかあんま顔が喜んでらっしゃらない感じ。女子っぽいと。何その持ち方なんだ。放送と…ネグタことは一応言うんですけど。え、ネグタことは一応言うんですけど。あやー、おかりちょう。おかりちょう、なんか入ってますよ。ほら。ちょ、中身だわ。やめなさい。味噌的な。うん。今井さん、寂しくなくなるんじゃないかな。いや、私十分満たされてるんで。あ、そう。あれ、おかしい。はい、次行ってみましょうか。おかしい、おかしい。なんかユミに続く、じゃあムーで。ムー、ムー、ユミ、ユミと。いや、マナミって名前でもいいです。あ、じゃあムトウにします。やってください。ムトウ。ねえ、ムトウ。電池入ってないから動かないですね。ムトをちょっと横に置いといて、うん、それでやっぱ女子っぽいもの、うん、女子っぽいものってやっぱ自分の好きなものとか可愛いものに憧れないですか、うん、そんなものは恒例のカードだ。カードは恒例ですけど、うん、カード読まなくていいです。そうですよね、読まない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 ですよ。全然読まないですよ。読まないけど開けてみるだけです。チャ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 ー、あー、それでしょー。ははー、やっぱみおちゃん優しいよね。今井さん、お誕生日おめでとうございます。番組は3年目、グリーティングカードは3枚目、これが72枚目になるまで頑張ってくださいね。今年も素敵な1年になりますように。みおかはと、優しいね、優しいね。これもうこれだけで十分だよ、みおちゃんは。じゃあもう負けない方がいい。ほんと負けない方がいい。でも女子力上がるんでしょ。女子と力は上がる。なるほど。今不思議なこと言いましたけど、まあ、力はある。なるほどね。力というか、まあ、ストレングスじゃないからね、こいつは。そうですね。砂でしたっけ。砂ですね、はい、砂ですかね、はい、イエーイ。今井さんの大好きな、うん、イギリの ザ・フーン。ピャッ。よかった。なんかちょっとコンビっぽいね、もう、うん、じゃあこれ、じゃあ今日からこっちが三代川で、こっちが武藤。ありがとう、おめでとうございます。そして大谷、なんか女子っぽくないな、どっち、子供でしょ、なんかジョジョでしょみたいな。僕は毎年ガチですよ。本当だ、なんかやらしくないこの感じ。袋あげない。あ、欲しい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 。ほら、金に物を言わせた感じのバーバリー。ブルーレベルですよ、しかも、うん、よいしょ。なんだろう。お？お？あ、ほんと
う笑いに行かないんですね浜田さん。プレゼントはいつもそうですよ。ねえ、あ、お帽子。お、あら似合う。どうですか。素敵。あや、あいい感じ。あ、かこうね鏡になってね。いいじゃないですか。わーい、ありがとうございます。あ、こんな遠くまで来たから今日はスタッフが少ない。それはね、1人2品ずつ。あ、そうだね。ん？ん？ん？食パンと係長。ポケモンとイギー。そごうとバーバリーみたいな。どっちもそごうだろう。でもありがとうございます。なんかね、悪いね、いつももらってばっかりで。よし、じゃあ今年の皆さんへのお返しは私が一番手だからね、これに見合ったものをお返ししますみたいなね。じゃあ俺は期待できる、ね、それどうかな。僕もかなり期待できるんですが、うん、結構手作りのね、下の番ですよ、うん、機械に入れただけで。うん、ね、まあ、ユミと同レベルって言われるのが果たしていいのか悪いのかちょっとわかんないですけどね。まあまあまあ、ありがたいね。ありがとうございます。ピヨ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 。今井あさみです。私のニューシングルフレーム越しの恋が好評発売中です。フレーム越しの恋は私も出演している OVA メガネな彼女のオープニングテーマで、とっても爽やかな楽曲となっています。カップリングの夢のまころばは大人っぽい私の違った一面を見せる楽曲となっていますよ。そして今回のシングルにはボーナストラックとして昨年末に行ったファーストライブよりシャングリラライブバージョンを収録。ぜひ聴いてくださいね。ウェブラジオ今井あさみのシンガーソングゲーマーボーナスステージシリーズ第3弾。今回はミンゴスと SSG スタッフ揃って沖縄ロケに行ってきたんだって。琉球音楽をテーマにした新曲に加え、ロケの模様を余さず収めた DVD を収録。初回生産分は撮り下ろし写真満載の32ページブックレット付きです。今井あさみの SSG 沖縄ステージ6月15日発売です。メンソーレ沖縄。はい、というわけでこの音声がどこに差し込まれるのか今さっぱりわからない、こうね、時間軸が行ったり来たりしてるかもしれないんですけども、今お夕飯をみんなで食べて、そして今戻ってきた車の中で雨足がどんどん強くなっております。なので本来ですとお外で読もうと思っていたお誕生日メールをここで一気に車の中で読ませて、これ外で撮る意味あった？ねえ、スタジオで撮ってくれなかったね。え、本当だよね。そしたらほら、ね、彼らも仕事あったし。確かにあまりにも目がね点になってましたからね、はい、じゃあせっかくなんで皆さん、あのね、煽ってもないのにありがとうございます。ハンドルネーム高翔さんからいただきました。ありがとう。今井さんこんにちは。こんにちは。あ、違った。お誕生日おめでとうございます。今はセカンドライブの準備なのでお忙しいと思いますが、セカンドライブも最高のライブになると思っていますので、無理しない程度に頑張ってください。今からライブの曲順や選曲がどうなっているのか楽しみです。それではと。もうね、私みんなに無理しないでって最近言われるけど、こんなタレント大丈夫って感じだよね。みんなに無理しないでって続いて、ハンドルネームお肉さんです。いつもありがとう。ミンガスお誕生日おめでとうございます。今年で23歳でしたっけ。うん、34歳。いや、すいません、34歳には見えないミンゴス、本当に本当に大好きです。ありがとう。私もミンゴスみたいに真面目に一生懸命に無邪気に年齢を重ねていきたいです。私無邪気、ほら、本当邪気がない、いいことだね。実は私ミンゴスの何失笑してんの、ミオちゃん大丈夫、続けて平気。実は私ミンゴスの誕生日をお祝いするのって今年が初めてなんです。もっと早くにミンゴスのことを応援できたらよかったなっていつも思うんですけど、あ、でもそうなんだ、確かにお肉ちゃんは最近だなとは思ってたけど、この1年以内だったんだね。そっかそっか、なんかもう古くからいるイメージが。今お祝いできることを嬉しく思いながら、これから毎年ずっとずっと応援してお祝いしたいと思います。ありがとうございます。大好きですって書いてあります。ありがとうね。そしてハンドルネームイカナゴ教授さん、いつもありがとうございます。あさみさんこんにちは。こんにちは。5月16日、明日ですね、明後日ですね。お誕生日おめでとうございます。
1年前いつかバースデーライブとかやってもらいたいななんて友人たちと話していましたが、当時はこんなに早く実現するとは思ってもいませんでした。いや私が思ってませんでしたね、本当にね。えもうサプライズの大好きなスタッフが多くて困りますわなんて、セカンドライブのチケットも無事に着弾、整理番号2桁の両番号を引き当てました。会場のみんなであさみさんのバースデーをお祝いできるのをすごく楽しみにしています。ところでせっかくのバースデーライブなのですし、何かやってみたいことありますか？無理は承知ですが、個人的にはワイヤーアクションで飛びながら歌ってもらいたいです。それではそれだって小声で言わない、プロデューサー、あなたが言うと決定になるんですからやりたいこともとりあえずね、ほんとね、無事にステージが終えられるかどうか、これは第1弾と一緒で第2弾 もうそれが目標に、多分ね10年経っても20年経っても言い続けてると思いますね。無事にライブが終えられることをお祈りしてくださいみたいなね。まあでも今回ファーストライブの時は本当にあのどうなるか自分でも想像できなかったんですけど、まあセカンドということもあって、あの今回がなんか初めてっていうような感覚なんですよね。あのそのファーストライブの時にはなんか本当あっという間になんか気がついたら終わってたみたいな感じだったので、自分がどういう風にしたかったとかそういうのもなく、もうあれよあれよという間にあのフィギュアスケートが始まっていたのでなのであの今回はあの本当にもう始まる前の練習のこうねリハの段階から楽しんでいけたらいいななんて思ってます。はい。そしてハンドルネーム KCC さんです、ありがとう。少し早いかもしれませんが、いやいやぴったりだよ。あさみさんお誕生日おめでとうございます、ありがとうございます。セカンドライブのチケットも無事取れましたので、きっと渋谷で直接お祝いもできたはずです。あさってだね6月には沖縄ステージのイベント、6月から7月にかけて会います、6ライブ、その後もきっといろいろな展開が待ってるでしょうし、今年もあさみさんにお会いできる機会が多く作れそうで嬉しい限りです。34歳の1年間もあさみさんにとって素敵なものになりますように。あ、僕も5月11日が誕生日なので、よろしければ一言頂戴できませんでしょうか。なるほど、じゃあ KCC うーくん、危うく名前を言うとかだGo! Go! Go! なに？ん？何なんすかそのテンションは。わかんない。5月の同盟を組んだみたいなイメージで。Go! Go! Go! ねえ。わかんなかった。ありがとう。おめでとう。はい。そしてちょっと武藤がなんかこう肌に当たってこすぐった。花ネームサオリンさんがいただきました、ありがとう。エロい発言になるから絶対変な、今の絶対おかしいからやめてください名前が触ってもない本当触ってもやめてください。でも武藤だからこれ、あ、分かった、これ傭兵にする、余計まずい余計まずいだってほらうちユミってのがいるから、ユミの多分隣にこの子来ると思うから、おユミ、傭兵朝だよって言わないといけないから、傭兵はエロいから気をつけた方がいいですね、傭兵は。あ、でもそうかも、あのね、私が小学校3年生の時の担任の先生がね、すごくワイルドでかっこいいあのお母さん先生だったんだけど、その人ん家の息子さんがね、あのこう傭兵、確か傭兵くんだったと思うんだけど、こうで次男が生まれた時に名前を考える時にね、あの傭兵の兵の字がこう平らじゃない、だからスケっていう字をつけれる子にして、あの長男次男とか呼ぶ、まとめて呼ぶときにスケベって呼べたらいいなって先生が言ってて先生なんかこうなんて言うんだろう、挑戦的な感じが素敵ですねって言った記憶があって、うん、なんかそんな感じで傭兵っていうのはだからスケベで十分だよって言ってたから、いや十分じゃない十分、まあ、スケベのベ、名前が決まりましたよ、その人形の名前が、何スケベ、スケベ、スケベ、武藤スケベ、やめてください ねえ、なんかでも見慣れてくると意味の時と一緒でなんか愛着がそれなりにそれなりに毎朝あの弓の頭をポンポンって叩くのが日課なんだよ、うちなんかきっと、じゃあ武藤スケベの頭がポンポン、おかしい、あ、弓の横に置いたら弓が襲われちゃう、襲いません、やめてくださいよ本当に。はい、次、
早く読んだっけ、サオリンの。サオリン。サオリン、サオリンです。ありがとう。ビンゴスお誕生日おめでとう、おめでとう、おめでとう。今年は素晴らしい思い出深い誕生日になったことだと思います。あさみさんにとって素敵な、そして楽しい一年になるといいね。これから頑張ってください。といただきました。ありがとうね。ハナネームタキューさんからいただきました。ありがとう。あさみさん誕生日おめでとうございます。ありがとう。 SSG で迎える誕生日はもう3度目ですね。ツイッターで先日の世界選手権についてあさみさんが熱く語っていられるのを見て心に突き刺さるものがたくさんありました。もっともっといい方向に審査が向かって一試合一試合が審査に矛盾を感じないようなものになっていったら嬉しいですよね。そうなんですよね。私もなんだかんだ言いながらも詳しいね、こう採点基準細かく分かってるかって言われたらそんなこともないんですけど、なんかやっぱりこうなんだろう、キス&クライにね来る選手たちのがいつもみんなね、あの嬉しかったり悲しかったり悔しかったりが素直に出せるような場所になってくれたら分かりやすくていいかなと思いますよね。なんか分かりやすさがいいと思うんだよね、やっぱね。はい、というわけで多球同じ気持ちだね。ありがとう。はい、そしてハンドルネーム光一さんです。ありがとう。お誕生日おめでとうございます。うん、今回3回目になってしまうとサプライズにならないかもしれませんね。いや十分なりました。お腹いっぱいです。いろんな意味でリアルにもお腹いっぱいです。みんなからの愛がいや、でもやり手の番組 P や謎の司令官ならプラサプライズを用意してるに違いないですよね、ムータミヤちゃん、といただきました。いや本当驚いた、びっくりした。まさかスタジオそのためだけに使うとは思わないもん。ハンドルネーム牛ナインさんです。ありがとう。いつも楽しく聞かせてもらってます。お誕生日おめでとうございます。心よりお祝いいたします。今年も SSG 宛にバースデーメールを送りお祝いすることができてとっても嬉しいです。今でも SSG は私にとってかけがえのない日々の活力源、オアシスのような存在です。嘘言いすぎ言いすぎだよねこれね。え、オアシスってそんなあのそうでもない存在なのかな。いや、なんですか、悪い方に捉えますいい方に捉えましょうよ本当、はい、大丈夫、こんなガチャガチャした番組いつもありがたいお話です。ありがたいですね。これからもゆっくりまたあり番組を続けていってください。そして来年も SSG でお祝いできることを楽しみにしていますとね、いろいろ書いてあるんですけれども、他にもね本当たくさんの方からいただきました。お名前だけでも紹介していきますね。ヤマサムさん、ありがとう。はい、こちらワイスワンさんからいただきました。ありがとう。そしてハタピーさん、いつもありがとう。当たってるよ、ジョジョのプレゼントもらってると思いますだって、ありがとう、当たってる。ハンドルネーム猫五郎さん、ありがとう。文蔵さん、ありがとう。今日は P がつかないんだね。はい、アルト SE さん、ありがとう。そして、あ、なになに、横浜では珍しく最前列で拝見することができました。あ、あれだ、あ、山田電機さんのやつだね。大人の女性には失礼かもしれませんが相変わらずあさみさんは可愛いんですね。嬉しいよ、ありがとう。竹蔵さん、ありがとう。そしてそして他にも本当たくさん来てくれてるんですけど、あのいつね撮るかっての言ってなかったので、皆さんあのまだ間に合ってないメールとかもたくさんあると思うんですよね。でも本当あの全て目を通させていただいておりますので、今ねこの城ヶ島でに来てるメールだけでも紹介しますね。ヨダンさん、シアニンさん、それからファンローズさん、本当にありがとうございます。多くの方にねお祝いのメッセージいただけて嬉しいございます。ありがとうございました。そしてミンゴスは心も体もお腹もいっぱいでございます。正直あのかなり成長してます、お腹が。ポンポコリン、ポンポコリン。誕生日放送で台無しですよね。なんかすごいいいこと言うのかなと思ったらさ、今すごいいいこと言って締めるんだばっかり思ったのにさ、まさかのポンポコリンか。だってみんなからいただいたお弁当を食べた上でのあのあれですよ、塩風さんでの美味しいご飯ですもん。それはポンポコリンですよ、ミンゴス。いや、そうかもしれないけどさ、もうじゃあそのポンポコリンの後でもいいんでいいこと言って締めてください、うん、そうですね、はい。なんかやっぱお腹がいっぱいになると眠くなるっていう全然いいこと言ってない。いいことってなんだろう。じゃああの、うん、まあこの放送を聞いて2日後だと思われる、うん、はい、ライブに対する抱負を、はい、一言。ライブは本当ステージに上がるまで多分こううまくこう軌道に乗るのか
もうガチャガチャになってもうミンゴスとちりまくりってなるのか、もう想像もつかなくて、いろんなパターンを脳内で考えてしまっているんですけれども、おそらく前回もそうだったように、ステージに立った瞬間におそらくお客さんのお顔を覆う人なので、すごく拝見できると思うんですよね。後ろの方でもね、きっとお顔が見えると思うので、皆さんのお顔を見たら急にスイッチが入っちゃうんだろうなっていう気がしますので、なんかだんだん心配はしなくなってまいりました。なのでぜひいらっしゃる方はもう存分楽しんでいっていただきたいと思いますし、今回はチャリティーという意味も含めて行わせていただいておりますので、もしよければね、グッズなんかも、そういったグッズもご用意させていただいておりますので、お財布がね苦しくならない程度で構わないので、お気持ちで結構ですので、ご参加いただけたら嬉しいと思ってます。で、会場に来られなかった方は後日またね、残っていればねとか、こう通販なんかもできるんじゃないかななんて、ご要望があればこうね追加したりとかもするかもしれないので、ぜひその時を楽しみにしていただければななんて思ってます。どうなるかは分かりませんが、今日のサプライズを糧に自分がこうドキドキこうサプライズ気分でステージに立ちたいと思ってますので、皆さんも楽しんでみてください。あとは、早くチャリティーの曲を作り上げるぞー。おー、頑張れスケベイエイエイ。何の音だと思いますよね今。エスケベが手を振ってる音。映像ないんでここ。節目の人というわけで、最後にまた来週また SSG しちゃいましょう的なことをいただきたいなと。これエンディングですか？あれ知らなかったですか？あ、今知りました。エンディングです。あ、いやエンディングでした。エンディングでした。それでは番組にあってのお便りは、なんてもビビブフでブブ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 、というわけで来週土曜日また一緒に SSG しちゃいましょう。15日が日曜日だから14日で、21かな、5月21日みんなで一緒に SSG しちゃいましょう。お相手は今井あさみとみおと浜田 P と武藤スケベでした。あいよー、まったねー、バイバーイ。運転しましょうか。私命が惜しい方違うよ、そこはだが断るって言うんだよ。はい、シュタインズゲート見てないな。見てないよ。見てください。そんな終わり。大変大変大変だよ。これムーターがくれた人形の名前を武藤ってつけたのって、ひょっとしてカメラ回ってなかったかもしんないっす。わかんないよね、東京帰ってみないとわかんないけど、もしなかったら完全にムーターがセクハラ変態親父。大変、違うんだ、武藤はムーターがくれたプレゼントの名前を、プレゼントの猫の名前が武藤になったんだよ。武藤になったから、その武藤を手に抱えて収録してたから、それが肩に当たってこそばえって意味で、別に武藤陽平さんが私の肌をサワサワ触りながら収録をしてみたいわけではないってことを、ここにちょっと改めて言っておかないと、武藤が会社を追放されちゃうかもしれないから、名誉のために付け加えさせていただきたいと思います。この猫の名前が武藤スケベです。よろしくお願いします。失礼しました。